世界フィギュアスケート国別対抗戦初日の4月15日昼前から行われた公式練習で波ユズルの表情には集中力の高まりが見えた前日にはややズレがあるように感じられたトリプルアクセル 3A この日の公式練習では最初に挑んだ 3A はパンクしたものの 4回転トーループプラス1オイラープラス3回転サルコーを飛んだ後の 3A は綺麗に決めたさらにイーグルから繋いだ 3A も余裕を持って降りて納得するような表情を見せると4回転ジャンプをきっちり飛んだ曲かけ練習が始まると4回転サルコーと4回転トーループプラス3回転トーループを綺麗な軸で決める そして、位置をイメージしながら移動して、つなぎやスピンの動きを確認していた。再度 3A をきれいに決めて納得したのか。羽生ゆずるは、SP のスタートから 3A を飛び終えるまでのコースを、ゆっくり滑りながら、動きを確かめてうなずき。練習終了のアナウンスがあるまでリンクの外周を、ゆっくり回りながら集中力を高めていた。 そうした余裕のある雰囲気は本番でも変わらなかった。冷静でありながらも気持ちが入った表情で滑り出すと、前半の4回転をしっかりと決める。つなぎも含めて計算された滑りでノーミスも見えてきたが、最後のジャンプだった 3A は前に積んのメリ、ギリギリで耐える着氷になってしまった。結局、 その 3A は 5A、出来栄え点で0。64点減点され。得点は107。12点。自分ではあまり聞く気はなかったけど。アナウンスが日本語なので、宇野・昌磨選手の点数があまり良くなかったのも聞こえてきたので緊張しました。ただ、彼はミスがあったけれど。 彼の力とか、魂とか、そういうものを受け取りながら、自分も頑張れたと思います。この試合に貢献するためには、自分の演技にしっかり入り込んで、自分のペースでいることだと思っていました。今回は本当に、最後の最後まで、宇野選手と共に、外からの力を借りて滑らせていただいたと感じています。 演技が終わった後のハニュー・ユズルは表情を何回抱えた。すべての観客が着氷で驚き、耐え切った瞬間には安堵のため息を漏らしたサニエへのミスが、複雑な思いとなって湧き出てきたからだろう。それでもハニュー・ユズルはチーム競技というのではなく、自分の演技だけに限定すればと前置きした上で、 大会のこのプログラム、レッド・ミー・エンターテイン・ユーで初めて4回転サルコー、4回転トーループ回3点トーループをきれいに飛ぶことができたので、成長しているなと思えていますと話した。この日の演技を振り返れば、プログラム自体の完成度は高かったと言える。力ではなく、羽生結弦の高い技術力で飛んだ。 前半の2本のジャンプ。つなぎの滑り。スピンは余裕ある冷静な表現の滑りになっていた。それは、昨年12月の全日本選手権後に語っていたものだ。ロビー・ウィリアムズさんのレッド・ミー・エンターテイン・ユーはイギリスのロックで、自分の滑りよりもっと余裕のある曲だと思います。それが、 まだ表現できていなかったので、もっとスマートなものにしたいですまた。後半の鋭さと大きさのあるステップやスピンも、観客に対し一緒に楽しむことをアピール。羽生ゆずるの生き生きとした気持ちが伝わってくる滑りだった。この日の男子 SP の最高得点は最終滑走で109。 65点を出したネイサンチェーン、アメリカ。予定していた連続ジャンプを、冒頭の4回転フリップにつけず、基礎点の高い後半の4回転トーループにつけて、得点を上積みし、波乳譲るを抑えた。技術点を見れば、波乳譲るは連続ジャンプを後半にしたチェーンよりに、58点、低いだけの59、 27点。3A をミスなく飛んで2点台の5へ加点を取っていれば、チェーンを上回っていた計算になり、110点台に乗った可能性もあった。ノーミスではなかった惜しさが残る結果ではあったが、ー・ユズルが思う、レッドミー・エンターテイン・ユーの世界を、明確に感じさせる演技だった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。